6月17日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホーリネスの多摩川キリスト中央教会の本間と申します。今日は罪人が神の前に出る唯一の道というタイトルで出エジプト記27章1節から21節の御言葉を読んでまいりたいと思います。出エジプト記27章1節から21節。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さ5キュビト、幅5キュビトの正方形とし、高さは3キュビトとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇から出ているようにし、聖堂をその祭壇にかぶせる。灰壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆聖堂で作る。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作る。その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下の方、祭壇の張り出した部分の下に取り付け、これが祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒を、アカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通す。祭壇が担がれるとき、棒が祭壇の両側にあるようにする。祭壇は板で、中が空洞になるように作る。山であなたに示された通りに作らなければならない。次に幕屋の庭を作る。南側はより糸で織った長さ100キュビトの天布の庭の掛け幕をその側に貼る。その柱は20本、その台座は20個で聖堂。その柱の鍵と頭つなぎは銀とする。同じように北側も長さ100キュビトの掛け幕とする。その柱は20本、その台座は20個で聖堂。その柱の鍵と頭つなぎは銀とする。また庭の西側は幅50キュビトの掛け幕、その柱は10本、その台座は10個とする。正面の庭の東側の幅も50キュビト、門の片側には15キュビトの掛け幕、その柱は3本、その台座は3個とする。もう片方の側も15キュビトの掛け幕、その柱は3本、その台座は3個とする。庭の門には青、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用いた長さ20キュビトの刺繍した垂れ幕を貼る。その柱は4本、その台座は4個とする。庭の周囲の柱は皆銀の頭つなぎでつなぎ合わせ、その鍵は銀、台座は聖堂とする。この庭は長さ100キュビト、幅50キュビト、そして高さはより糸で織った天布の幕の5キュビトとし、その台座は聖堂とする。幕屋の奉仕に用いるすべての備品、すべての杭、庭のすべての杭は聖堂とする。あなたはイスラエルの子らに命じて、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせなさい。灯火を絶えず灯しておくためである。会見の天幕の中で、さとしの板の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが世々守るべき永遠の掟である。今日はこの
会見の幕屋の領域全体における庭と言われる場所、そしてその庭に置かれる祭壇について、また、幕屋であるですね、その聖所の中にある燭台の灯火について書かれてある箇所です。まず最初に1節から8節の部分で幕屋の前に置かれる祭壇についての規定が記されています。この祭壇の上で犠牲が捧げられるわけですね。そして9節から19節ではこの領域全体を囲うような形になっています庭と言われる場所、そこには一般の人も入ることができるわけです。そして一般の人はそこで自分たちの罪の贖いのために、または感謝の印として捧げられる犠牲が捧げられているところをですね、まあ、見るわけでありますけれども、そしてその祭壇の向こう側に幕屋があり、幕屋は聖所でありますけれども、その幕屋の中で毎日灯すその燭台の灯火について20節と21節に書かれてあります。まずですね、こう祭壇のその規定の部分では祭壇をどのように作るのかっていうこと、祭壇そのものについて書かれてあります。四隅に角をですね、そうやってこうあしらうわけですね。また犠牲の肉を焼くためにはさまざまな道具が必要になります。ある意味では私たちがこう焼肉を食べるときにですね、使うようなものを思い浮かべるのが良いのかなと思いながら読んだりするわけですけれども、また祭壇の網ですね。そしてこの幕屋はイスラエルの民が移動するときに一緒になって移動しますから運ぶわけですね。それで祭壇を担ぐための棒についての指示もそこに記されています。その次に幕屋のこの周りにある庭、まあ、庭を囲うですね、またその、領域の説明があるわけですけれども、この庭はですね、長いところで44メートル、そして短いところで22メートルぐらいの長方形の形になっているようです。柱とですね、また掛け幕、まあ、それによってこう囲うわけです。そしてその柱の台座についての指示がそこに記されています。そしてその次に聖所の中に置かれている燭台についてですね。そしてそこでは質の良い純粋なオリーブ油によって夕方から朝まで絶えず火を灯しておくべきことがですね、記されているわけです。ここまで数日間私たちはこの幕屋の構造であるとか、そこにどんなものを置くのかってことについての聖書の箇所を読んできましたけれども、実際どのようになっているのかっていうのをですね、私たちはイメージできているでしょうか。まあ、いろいろとその姿も調べることができるんですけれども、例えばこのリビングライフの6月号23ページを見ますとですね、この聖所の構造図がイラスト化されて記されていますので、それを見ると、あ、なるほど、ここに書いてあったことはこういう形になるのかっていうことをですね、まあ、見ていただけるのではないかなというふうに思います。これらのことについて今日のですね、この106ページの上の段に分かりやすい解説が載ってありますので、それをちょっとご紹介したいと思うんですけれどもですね、少しお読みしたいと思います。至聖所及び聖所とは違い、地にあたる庭は民が祭儀のために入ることのできる領域です。しかし庭もまた幕屋の一部であり、最初の創造の時のエデンの園が他の被造世界と区別されたように、庭もこの世の他の場所とは区別されます。ということで、庭を示すその幕が周りに囲われることによって、ここが一般の世界とは違うところだというふうに示しているということなんですね。そしてまた祭壇についての解説も載っています。祭壇が神の臨在の御住まいである幕屋の前の庭にあるということは、罪人が神の前に立つことのできる方法は、ただ生贄を通して
罪の贖いをすることだけであるということを教えていますと書かれてあるんですね。つまり庭にやってきた人々と神様の御臨在を表す聖女の間にその祭壇が置かれていて、ここで罪の贖いをすることによって神の前に進んでいくことができるということがこう表されているわけです。この祭壇の記述を読むときに、私たちの罪の贖いのために究極の、そして最後の、ただ一回だけの犠牲となってくださったイエス様の十字架というものをですね、思い起こしながら私たちは今日の箇所も思い起こすべきであろうと思います。そして聖女の中の灯火についてはまたこのような解説がつけられています。臨在のパンを置く机を照らす食材の灯火が神の臨在の象徴だからです。私たちもまたいつも神の臨在の中で生きるために御言葉と祈りという油の供給が途切れないようにしなければなりません。健全な霊的生活においてこれよりも大切なことはありませんと書かれてありまして、私たちがこの灯火が表すところの、また灯火を灯し続けるために良い油が必要であるということのですね、霊的な意味、私たちはそれをどのように生きるべきか、そのことをですね、ぜひ思い巡らしてまいりたいと思うものであります。21節を読みます。会見の天幕の中で、さとしの板の前にある垂れ幕の外側で、アロンとその子らは夕方から朝まで主の前にその灯火を整える。これはイスラエルの子らが世々守るべき永遠の掟であると書かれてあります。イスラエルの子らが世々守るべき永遠の掟であると書いてあるんですね。永遠の掟、なかなか重たい言葉だと思います。これはつまりすでにイエス様の十字架の犠牲によって聖女へと導かれている私たちもまたなすべきことであるというふうに受け止めることができますね。どうでしょうか、私たち御言葉と祈りという油が途切れないようにしているでしょうか。この御言葉と祈りという油が途切れないように、そして大切なこの主の前の灯火、臨在を表す主の灯火というものを灯し続けることは永遠に守るべき掟なんだという御言葉をですね、今の私たちの生活の中でどのように生きていくべきか、そのことをですね、また思い巡らして進んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。幕屋に入るとすぐに見える場所に祭壇を置くようにされた主よ、あなたの御前に出るためにはまず罪を悔い改めなければならないことを覚えます。幕屋の庭の真ん中に祭壇を置くように、全き食材の生贄となられた主を人生の中心にお迎えして歩むことができますように。とうとうイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。